こんにちは。湯河原合宿から3年ぐらい経つのかな、2年かな、まあ、どちらにしても2年とか3年あれば私は1億円というのは稼ぐことができると思いますし、その体験をしてきました。だから何も持たないところからスタートして1000日で1億円は無理ではないと思うんですね。もちろん私は誰よりも欲望に忠実で誰よりも目的達成意識が高かったということもあります。でもそう考えたら他の方はどうなんでしょうか。お金を稼ぎたいとそこまで思ってなかったのかなと思うんですよ。でもどう考えてもやばいですよね。何がやばいかっていうのはずっと速稼塾で訴えかけてきたんですけども、お金を自分で稼ぐ、自分のビジネスをやる、これ以外に収入を上げる方法がすでにこの日本にはないってことに気づいてない方が多いんではないかなと思うんですよ。というのがね、就職先を探すとか転職活動をするっていうのがすでに非現実的で、その活動したところでね、成功率は低くて、また成功したところで収入に対する不安とか自由に対する束縛ってのは消えないってことにまだ気づいてないのか、気づいていてもなおそれを選ぶのか、果たしてなんですよ。だから本当にね、やばいってことに気づかないといけないですし、気づいてるなら行動しないといけない。なぜかね、まだ私から見ると、まあ、あまり人のことを見るとね、本当にバカバカしくなるところもあるんで、あんまり見ないようにしてるんですけども、のほほんとしてるんじゃないかなと思うんですよ。で、自分なりの危機感はあると思うんですけども、自分なりの危機感ね、でも自分なりの危機感とか自分なりの頑張りではもう追いつけなくなってるというところで、この世の中の流れに合わせた泳ぎ方なりね、竿の差し方をしなければならないのかなと思うんですよね。そう考えていくと、自分の力のなんと小さいことかというふうに私は思うんですよね。まあだからせめて、YouTube ぐらいはやっとかないとなと思いますし、 YouTube ぐらいができるようになったら YouTube ができたんだから他のこともできるだろうみたいにね、思ってくるわけなんですよね。まあ、もちろんこれは誰かと比べて自分が優れているのか劣っているのかっていう、そういうところばかりに意識を奪われていたらこういうモチベーションは起きないと思います。誰がやろうが、誰がやらなかろうが、誰が金持ちになろうが、誰が落ちぶれようが関係ないわけですよ。それは人の人生、他人の人生なんですよね。まあ、ですんで、他人の人生が1万人がうまくいっても自分がうまくいってなかったら自分から見える景色は悲劇なんですよ。でも世の中の人がどんなにね苦しんでいても、どんなに不幸に見舞われていても、自分と自分の家族が幸せだったらどうですか。とりあえずは一息つけると思うんですよ。自分さえ良ければいいのかって声がね出てきそうですけども、自分さえ良ければいいんだって人が1万人揃ってみんなが自分さえ良くしたら、それはそれでなんか平和なような気がするんですけどね。もちろん自分の幸せなり自分の欲望を満たした後、周りが見れるようになって周りの人も手伝ってあげようって気持ちになったら、それはそれでいい助け合いができると思うんですよ。で、逆にですね、自分のことが中途半端なのに誰を助けれるんだってところもあるじゃないですか。誰のためにできるんだってところがね、まあ、ですので私は自分の目の前に見えている課題、そして想像できる課題に対しては全て純粋にその欲望のままにこなしていこうかなってところは今も変わらないんですよね。そしてやろうがやる前が時間は過ぎて老いていくんですよ。で、未来はいつも僕らの手の中っていう言葉がありますけども、その手の中の未来っていうのが明るいものばかりではないんですよ。開いたら絶望と暗い未来かもしれません。そんなものが手の中にあったらどうしますか。やっぱり持ち帰ると思うんですよ。その暗い未来を金繰り捨てて全く別の未来をつかみに行くと思うんですよね。で、私は自分の明確な意思で選択ってものを行ってきて、破滅するのも選択、うまくいくのも選択、全て自分が自分の意思でつかみ取ってきたと思います。流れのままにそうなってしまったとか強制的にそうさせられたっていう思いは一つもなくって、全てが自分から始まり自分で終わっていくんだろうなと思いますね。特にこの国日本っていうのは、確かにパーフェクトではありません。自分の考えている通りの国では隅から隅まで 100% 全く不満がないってことはありません。ただ今日生まれてですね、いきなり命が奪われたり権利が奪われる可能性は非常に低いわけですよ。むしろ権利を何らかの形で守られていると、それは非常にありがたいことだなと思いますよね。なんか突然何の予告もなく
電気が止められたりとかね、放送や通信を禁じられたりとか、憲兵がやってきて連れ去っていったりってところはないわけですからね。でも未だに国によってはですね、大国と言われているところでもこの突然自分の自由が拘束されて知らないところに連れて行かれて帰ってこれないってことはね、今でもあるんですよね。まさに人権弾圧と言えますけども、そのぐらい全体を一方向に動かそうと思うと、しかもスピーディーについてこれない人を切り落としていくっていう風な、そんな体制もあるわけですよね。日本は少なくともついてこれない人にも合わせてくれるんですよ。ですんで、もしかしたら優秀な人は足を引っ張られてると感じまくっているのかもしれませんね。やっぱりね、すごいなと思いますよ。その辺はどこに自分の基準を置くかによって自分の判断が変わってくるし、自分が恵まれてなかったらみんなが恵まれてないっていうふうに思っちゃったり、一部の人だけがうまい汁を吸ってるっていうふうに感じることもありますけども、その一部の人が 99% の人がうまい汁を吸ってても一部の人がっていう表現になるかもしれませんね。まあ、だからどこをどう捉えていくのかっていうところを見るのは非常に大事であって、その次にどのようにそれを解釈していくのかによって、じゃあ結果どんな行動をするかってところが出てくるのかなと思います。つまりこの状況はやばいってことに気づいているかどうかですよね。私は非常に本当にやばいと思います。特にそのインターネット情報発信ができるようになって、格差が如実に現れてくるようになったと、私はこれ2013年にもそう思ったんですけども、あれから8年経って、あの時に本当にやばいは本当に正しかった。だから今日もね、そのやばさを感じてますよ。これやばいなと、このやばさに気づいてない人が多いのがやばいってことですよね。で、結局体制の作られたままに貶められていくと、やっぱ抵抗できるチャンスはあるのに、その抵抗がいまいちね、形になっていないのかなと。その抵抗は何かっていうと、稼ぐこと。これはね、お金っていうのは誰が持っている1万円でも1万円として使えるんですよね。どんな生まれ育ちの悪い人でも、どんな親の七光の御曹司の子供でも、1万円は1万円のものしか買えないんですよね。すごい平等だなという見方もできます。でも仮にその1万円であんたには売ってあげないよみたいな階級制度ができちゃったらどうでしょうか。二極化であるうちはまだね、平和なのかもしれません。階級制度になってきて、いくらお金を積んでもお前にはもう物を売ってあげないよみたいなね、昔なんかユダヤ人には物を売りませんみたいなね、そんな人権弾圧があったみたいですけども、あれがね、まだ日本には起きてませんから、まだ這い上がるチャンスはあるのかなと思います。私は少なくともうだつの上がらないところからインターネット情報発信を使って這い上がってきたという、まあ生きた例だと思うんですよね。吉谷さんね、吉谷さんもそうかもしれないですよね。その YouTube をじっくり使って毎月の売り上げをしっかり作って、自分の暮らしとね、それから、まあ、いわゆるね、ちょっとした贅沢を、もうコンプリートしてると思うんですよね。いや、すごいなと思いますよ。自分で商品を作って、自分で集客をして、自分で販売して、自分で責任を持ってフォローアップしていると、すごいですよね。やっぱりね、吉谷さんだなと思います。いってらっしゃい。